西へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣笠隊よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ最初までの服部半蔵様の忍びの時間の次は我ら物の布の時ということで、これから物の布体操じゃ。ないんじゃそんなもん。勝手に考えた。考えてきたじゃん。考えてきたじゃん。勝ち時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 でござる。皆様方。勝ち時中の皆様方にやっていただきとうござる。勝ち時とは右手の拳を大きく掲げ、えいえいおー、えいえいおー。えいえいおーと南拳を上げる戦勝祈願でござる。皆様方にはこのえいえいおーの動きをここにやっていただいてどうなります。陣がさかぶってかさ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 はやめてちょ。では皆様方なし、なし、なし。はい、では拳を掲げていきましょう。では参りますよ。皆様方勝ちだけじゃそれえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の不集団。本日は元帥という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。
拳を上げよ。はぁ、皆のほど拳を掲げよ、はい、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来を願って、退職者それこの国に夢はあるか、この国に情熱はあるか、この国に熱き心はあるか、故に我らは歩みでこの苦しい時を共に歩むために、初めて見たよという者はおるか、ちらほらちらほら、いや大多数が初めてだから説明できるか、我ら名古屋おもてなし部署だが一体どのような存在か、我が渡財元氏説明してみせ、家政婦家庭か、土地が入っております、入っております、ね、このそれでこちらだ、センスはそう、では遅れ申して、我ら名古屋おもてなし部署隊と申すは、この尾張の地を南だ日本中、さらには世界中へこの名古屋の良きところをだ広めていく、そのために400年前から蘇ったものの風習なんである。土曜日曜さらには祝日はこのように我らは演舞、そして休みでない平日、この平日においてもこの名古屋城において皆々を記念撮影や言葉を交わす、そういったことをもって皆々に戦国時代の良さ、
名古屋の良さをな周知しておる。さりながらそれだけにはあらず、は現世では電波線、いわゆる SNS なるなるものなるなるものそうて、この直接終わりにおれん者たちにも名古屋、そして戦国の良さちの広える戦を日々と励んでおる者たちにござります。いやあれな、我らは400年前はなこうした見せ物ということを全くやってなかった。蘇っている間でこうやって不快な部分がただただあるさあ、こたびは五軍奮闘、あっとり半蔵入ってまいり、今日は岡野忍者は急な任務があり五軍奮闘大義だったぞ。ありがとうございます。お前の主君徳川家康は我が同盟相手じゃ。いつでも我が手勢を貸すがゆえに遠慮なく申せ。はっ、痛み入りまする。さすがは信長様、心が広い。さあ、せっかく我らが出そうなところで、お主らは持っておるからくり聞いてわしらの姿を収めるがよい。そして名古屋城に我らありと皆で広めるがよい。では正面から立ってまいる。家臣さん、いざ開始。おーっ、たーっ、三つ、四つ、五つしまいじゃ。はい、いいよ。あ、さあ、こちらたまえ。入りまする。トーツ、トーツ、日陰の者たちを構えよ。三つ、よ、日陰の五つ、しまいじゃ。では最後にございます。ポーズ、構えよ、わかるな。2つ、わかるな。3つ、4つ、5つ、しまいにございます。そう、半蔵はこのうちどうする。はっ、このうち12時までおもてなしをしようし、お客人、よそしえはわしと取りたいものはな、声をかけてくれ。して先ほど忍者体操を共に踊ってくれた小さき姫若のみ言ってくれればな、忍者札差し上げるんでな、ぜひ声をかけるとえよろしゅうを頼み申す。以上にございますが、それでは大事であった。ほっ、3気抜けるな、最後まで気抜くな、やめるぞ。徳川の教育は死ぬ。さっと言われば下がらん。あ、さすがにございます。次はもっともっと食べようと。覚悟しておき。それではこのうち我らを落とすのか。あ、このうち我らは我らモノノフと写しを取れる時中のを構えてまいりたいと思います。ではこの後我らの前に列を作り申して写し絵とやってまいるのですが、このままだと列が作れないということで、後ろの者たち、立てる者たち、すまん、列作るから、ちれー。